どうも。こんにちは。いらっしゃいませ、くるちゃんようこそ。今日はあったかそうな帽子を。久しぶりだね。今年初めてじゃん。久しぶり。久しぶりだね。ねえ。どうしたのかなと思って。いやいやいや。翔さん、あったかいやつ。あったかいやつ。はい、マスター、卵焼きやられますか。はい、ちょっと待ちください。はい、ではこれ大丈夫です。はい。ショコさん、皆さんこんばんは。こんばんは。服部浩二、43歳と純也人情、44歳でございます。合わせていくつ？合わせていくつ？はいはいはい。タシさんまだできる？87。はい。なんですけど、まあ対バンっていうよりね、今日はもう二人で一つのこうライブをやるっていう感じで、うん、ナイロン弦の集いっていう、これ3回目で。そうです、3回目です、ね、そうそう。僕は純也人情っていうんですけど、普段はスチール弦のギターを主に使って、たまにこういうナイロン弦のギターもやるんですけど、ね、コージと一緒に やって、まあ、フラメンコギター、これはフラメンコ用のギターで、これはオベーションっていうメーカーの、まあ、割と歌物のギターなんだけど、じゃあ2人でなんかナイロン弦でやったら面白いんじゃないかっていうことで、ナイロン弦の集いっていうことで、で何も決めないでこう当日を迎えるっていうのが唯一のルール、そうです、唯一の決まり事がこう何も決めないで臨むっていう。そう、大抵は決める人が多いんですけどね。そうそう。ちなみに今日は浩二に純也人情ギリギリで来るから、まず最初純也人情がやって、その後浩二がやって、その後セッションしようねってメールしたんですよ。そうです。それでこう2人で始めまいりますからね。じゃあ どうしようか。どうしようか。じゃあこの前ちょっとよやって、面白かったので、
たまにと、うん、G でこう、じゃあ大丈夫ですか。もう一つ、一つ落ち着けないんだよ。落ち着けないんだよ。
いや、そんなに無理してずれなくて。じゃあ、十二条やりましょう。よろしくお願いします。お約束。麹みどりちゃん、蜂巣の花が咲いたんじゃないでしょうかね。意地は張っても心の中じゃ泣いているんだ。兄さんは目方で男が売れるなら新曲が浮かびません。いろ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 ありすぎて、でもそのいろいろを言葉やリズムやメロディーにうまく乗せることがまだできません。なかなかお金がたまりません。いろいろピンハネされるから。昔飲んだくれの高田渡さん歌っていました。値上げはやむを得ない、いや仕方がない、値上げは値上げは。ギターを抱えて、ナイロンギターを抱えて、旅は野方へ続く。寒い中集まってくれた皆さんありがとう、感謝しています。ふん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 。
なかなかギターがコージみたいに上手に弾けません。いろいろ言い訳ばかりして練習しない。でもこのギターの分割払いが終わる頃にはジミ編みたいに弾けたらいいな。ギターを抱えて旅はまだまだ続く。はじめまして、僕は純也人情と言います。怪しいものです。ふん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 。だって自分で人情なんてねつけてるんですからね、怪しいですよね。今の清志郎さんという方は本名栗原清志って言うんですけど、まあなんで今の清志郎っていう名前にしたかって言ったら、なんかそれでしたらまあまあ良かったんで、もあの元に戻せなかったからみたいなことになってまあそんなもんです。なかなかあの人が忘れられません。いろいろ二人はあったから散らかりっぱなしの狭い部屋にはあなたの思い出をしまう場所は見当たりません。悲しみを抱えてブルースは加速してゆくよ。2019年、皆さんどんな年にしましょうか。祈りましょう。ふん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 。ギターを抱えて旅はまだまだ続く。出会ったすべての皆さんありがとう、感謝しています。ふん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 、はい、ふん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 、はい、ふん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 、はい、ニューソングという2015年から歌ってる歌です。なかなかニューソングができないんで、それを歌にしてみました。
ジョン・バエズが流れるとプロテストソングが聴きたくなりました。はい、ジョン・バエズが来たです。12畳ジョン・バエズが指20分あるんですか。それはね、内緒。カンちゃん、コウジ君、お水コウジのギタースタイルっていうのは、いわゆるこうロックンロールとかフォークとかよりももっといろいろ世界中の音楽をこう音でこう表現して、なんか旅をしたような気分に。寄せ鍋みたいな。寄せ鍋とか何が出てくるかね、食べ物が入ってないかもしれないみたいな。あの、ね、なんですけど、あの、僕は12以上はもうパンクロックがこう好きでこうこんなばっかりやってて、でもアコースティックの音楽っていうのはこう、あの、はい、なんていうのかな、そのままの自分が出てすごい好きだなって思って、それで、まあ、あのやっているんですけどね。あのアコースティック音楽やってなかったらコウジとも出会って、まあ、いなかったのでね。そういう点ではこういう音楽やってて、まあ、よかったなというふうに思います。力を信じていれば何とかなりますか。愛する人がいるならば何とかなりますか。心優しき友達がくんちゃんにいれば何とかなりますか。いつでも里があれば浜松とかなんとかなりますが、どうにもならないことばかり年を重ねると増えすぎてなるようになるさ。歌っても心は塞いだまま、抱えて歌っています。あのいつでも手拍子はあの休憩して構わないですからね。歌詞が飛んだんで、あの感想が長くなるからね。なんとかなりますか。あっちの場所からこっちの場所へ基地とか人とか市場を移せばなんとかなりますが、どうにもならないことばかり逃げても逃げても追いかけてくる。僕にラフ街に出ようと歌っても引きこもってうつうつしてるだけ。それでも歌っています。矛盾を抱えて歌っています。君を思って旅を続ければなんとかなりますか。閉まり私の心の扉はなんとかなりますか。どうにもならないことばかり僕と君とはとても多すぎて、まっすぐ行こうと歌ってみても同じ場所にいるままか。歌っています。矛盾を抱えて歌っています。それでも歌っています。
です。本当の春がこの国に来る日を、それでも祈って歌っています。今日もどこかで、ははははは、
間に500通って世の中にケチをつけたらいいから全然花声じゃないです。え全然花声とかじゃないんで、全然花声で1日で回復したんですすごい。そうそう、それさっきの工事の音楽の話で、ジュヤ人情は工事のようにいろんな音楽をこうしっかり勉強してきたわけじゃないんですけど、こう パクリが割と好き、パクリっていうかそれっぽい、例えば手打ち風うどんっていうのは手打ちじゃないみたいな、そう、そういうことで、例えばボッサエリモミサキっていうのがあって、これボサノバ風エリモミサキって、北の町ではもうっていう、こうボサノバではないボサノバ風みたいなのがあるんですけど、でちょっとね、ジャズブルースっぽいような感じ。元々キャロルキングを意識して作った曲だからね。あ、そうなんですか、ね、キャロルキングがいいですよ、そうね、吉田武ちゃん、学校がキャロルキングを意識して、で、まさか森進一ボサノバ元々のテイストがある、だからメロデラインとかあるんですよ。そうそうね、だからいわゆるフォークのというよりもうちょっとトラディショナルなね、ジェームス・テイラーだとか、うんね、ああいう感じのね、アメリカの西海岸っぽいような、森進一の冬のリビエラは大滝栄一がね、でもやっぱ森進一になるっていう。でね、ちょっとジュヤ人情がそういうジャジーな感じで作った歌で、服部浩二とみどりちゃんのことに。の2人に歌いましょう、歌います、2人の歩幅でというラブソングいきます。二人の歩幅で歩こう。
でした。じゃあね、あと短い曲を2曲やって、コウジの、やるんですか、なんか。いや、最後にまた、あの最低賃金の歌を最後に聞く、最低賃金。重要な曲です。じゃあ、ジュリアさん、借りなきゃ。12時1人で2曲やって、それで服部浩二のあと30分ぐらいやってください。 いいよ、いくらだってやれるけど、そうそう、どん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 浩二が出来上がって まだあの浩二はあの視覚の障害とあのアルコールがやめられないっていう2つの障害があるって言うんですけどね。あの名手クロップみたいな。それであの日本のね、あ、日本ではあの障害を持った方っていうのは身体障害、知的障害、精神障害っていうので、あのアルコール障害っていう人はね、まあ、アルコール依存症まで行くとこれは精神障害の手帳がもらえるんですけどね。で、コウジ君はあの手帳は1個で十分というふうにジェンジャー思うので、コウジ君はねアルコール依存症になって、ね、なったとしてもそれはあのなんですかね、みんなで支えてあげると。コウジのタクシー券の管理はくんちゃんをはじめ皆さんで目を光らせておくと、まあ、そういうの必要なのかなって思うんですけど、まあなんでこんな話してるかっていうと、ジュニア人情は昼間はソーシャルワーカーで、障害持った方の相談をしているんですけどね、今日の、まあ、毎日いろんな方の相談があるんですけど、ちょっとあのよあのあんま楽しくない話をするようなんですけど、障害を持った方の性犯罪についてっていうような、要は知的の障害の方っていうのは自分で判断するのが難しいから、こう可愛いなって女の子とかいたら体を触っちゃうとか、じゃあそういう時に それは法律に違反してるわけだよね、そうしたら法の裁きを受けるべきか、それともそれは多めに見た方がいいのかっていうような、実はね今日ね、あのずっとうちのセンターに5年ぐらい相談がなかった人から突然働きたいんですけどって、僕が会ったことない人で、その方はそういう経歴があったけど、その時に関わってた支援者がまあなんかあの警察には通報しないで、まあなんか気をつけろよぐらいでこう終わっていて、でもそれ被害者もいて、しかもその被害者の女性っていうのが今うちの支援も受けている人なんですよ、就職も。そうそう、その人の気持ちとか考えたら、そうで、あのでね、障害者はみんな平等だとかいろいろあるけど、障害の中でも例えば身体障害だったら車椅子の方の人中心に物事ってできているんですよ。あと視覚障害でも工事のように全盲の人にはみんな対してを中心に考えてる。なのでみどりちゃんのように 99% 視野欠損っていう 1% が見える、僕も今まで 1% だけ見えるっていう人と出会ったことなくて、あの小玉清志の パネルアタック25って、うん、はいはい、あれでなんかあの回答できたとこだけこうあのなんかこう映像がっていうような、まあああいう世界の 1% なのかなと。そう考えると障害持ってる人同士でもこうヒエラルキーというか上下があったり、だからその知的障害の人のすごい軽度な知的障害、もうちょっと重たい知的障害の人に言っても言い返せないだろうとか、そういうのでそうあのそういう事件が起きたりだとか、まあしてて、で僕は個人的にはちゃんとあの叱るべき、まあ、司法というかね、でやっぱ償いをして、その償いっていうのはどういうことかっていうのをしっかりと支援者が説明するっていうような、だって若い子ないわけだから、でもそうするとなんとなくここにこういうことをしたらこうなるんだろうななんて、あのそういうのをこうなんか、ね、分かってもらえたらななんて、でそうすると日々いろいろな発見があるんですよね。なのでまああのまあ、工事はあの、視覚に障害があるけど、それは そいつの一部であって、甘やかしちゃいけないっていう、そういうことだ。無理で打つぞしっかりしろみたいな。甘やかしちゃいけません。飲みすぎるな。甘やかしちゃいけません。そうです。彼は障害年金というのをもらっているので、そう。甘やかしちゃいけません。Facebook バンバンやってるからすごいよ。すごいよね。じゃあこれちょっとウクレレで一曲。まあまあ、 幸せなラブソングを歌った後は切ないラブソングで。君のことは忘れないよ。いつでも。
にごめんね。先日ジュニア人情のあの SNS じゃないですね、ブログにブルーハーツの真似事をくだらないっていう風に書いてくれた人がいまして、Facebook にも上げてあったね。昔はね、そういうのにね、すごい怒りまくっていたこともあるんですけどね。ただね、その人はね、ライブ見てました、ブルーハーツの真似事でくだらないって書いてて、ライブ見てましたって、そのライブが、そのなんだろう、お客さんが100人200人いるようなライブだったらまだしも、そのライブね、そんなお客さんいないライブなんだったんだよね。いて10人とか、そうするとライブを見てましたって、なんかなんていうの、名探偵コナンみたいな、犯人はこの中にいるみたいな感じで、ただそのライブ初めて行った千葉のお店なんだけど、僕はやっぱそういう障害のこととか、そういうギリギリのトークとか、まあやるんだけど、まあ全然嫌な気分もしないい気分もしなかったけど、っていうのはライブを見たと、で見てそう言ってるわけだから、でその人お金払ってるんだ、でそれその払ったお金っていうのがジュニア人情のわずかばかりの交通費になっているんだとしたら、お金払って見たんだったらそういうふうに言ってもいいと思うんですよね。だからそういうのとネットで見もしないでこうなんかカチャカチャカチャってやって自作自演とか、まあそういう人と同率に語っちゃいけないんじゃないかなっていうふうにこう思うし、あとはこう僕は今の音楽に対していろいろ思うとこがあって、なんか当たりされないとばっかりで、そうしないと次の歌がもう待ってるわけだから、そんな強烈な歌、個性がある歌だと後世に語り継がれちゃって、みんな新しい歌聞かないから一発屋になっちゃう。そう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 、まあ一発屋でもね、一発10円以上当ててみろよみたいな最大公約数っていうのはまああるけど、だからなんかこうそうではなく当たり障りのあることだけを歌うのが目的になっちゃいけない。
僕は早稲田大学ってとこに5年間通ってて、その学生がなんか PKO 反対とかなんかやるんですよその学生運動のその安保闘争の系譜を継いでるっていう。でもそういう人たちっていうのは、僕実家が千葉の成田空港の近くなんで、やる当時だっても三里塚なんちゃらで、今は辺野古でプロ市民とか、要は何か反対することがこう目的になってて、で僕はパンクロックが好きで、パンクロックっていうのは反対する目的だったりするところもあって、でもこう何クソってフラストレーションっていうのはその音楽にすごい大事だけど、でもそうやって考えると、こう自分はそうやって目的化しないで感じて思ったこと、最大公約数とか、この今最後やる歌「ゲットアップマイノリティ」って曲やるんだけど、まあ、そういうメッセージとかで、まあ、なのでもう批判覚悟でこう歌ってて、でそれで、まあ、そうやってコメント残した人っていうのは絶対何か僕のこと好きだと思って思うんですよ。え違う、いや、ね、女子的な感じじゃなくて、いやいやいや、わざわざ時間使ってコメント書く自体が、そういうこと、好きなんだよ、ほっとくだろ、そうだよね、だから、ね、なんともどうでもいいとか何とも思ってなかったら、いや本当に良かったです、またどこかで Facebook でつながりましょうみたいな、当たり障りのない、そうで、そういう人のね申請ほとんど断ってるんですよ。なんて言ったら今日ジュヤ人情に申請しにくくなるみたいな、まあまあできないよ。まあね、半分冗談なんだけど、なのでやっぱり何かしら10年以上思うことがあるけど、それを面と向かってとか、その自分の名前をアナウンスして言えないっていうのは、それはちょっと残念だなと思うけど、マスターっていうような面白い、やっぱ今忙しいお料理中ゲッダップStand up, minority. Get up, stand up, minority. 踏み台証拠みたい。Get up, stand up. 脈拍かろう。Minority. Get up, get up. Stand up. Minority. 三日月きれいに昇る。みな月に。日々の労働イラつき、月にも見放された、ため息混じり息消沈、生きがいなくして行き止まり、東京シティヒエラルキー、風だらけ、ゲラップスタンダップ、マイノリティ、ゲラップスタンダップ、マイノリティ、会社の方向、企業秘密、役職は吸ってる甘い蜜、見つかった逃げられない、どこにも行けない使命疎開、お手手つないでアスファルト、歩けやしないさ、砂利道を裸足でとぼとぼ歩くだけが人生かよ、 Get up Stand up Minority Get up Get up Stand up Stand upマイノリティ、ゲラッゲラッスタンダップスタンダップ、マイノリティ、自由になりたいならばどこまでも突き進め、ブルーになりたいならばとことん付き合うぜ、スルーできない小さなニュース、目をそらしちゃいけないさ、ブルーフ君の生きてる証を、 Hey! Get up! Stand up! Minority! Get up! Get up! Stand up! Stand up! Minority! Get up! Stand up! Minority! 障害者、高齢者、役者に売れないミュージシャン、全てを虐げられたものよ、今こそ立ち上がる時が来た、山は高いとこから崩してはいけばいいじゃん、ゲラップ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 、今がその時さ、ゲラップスタンダップ、うーん、マイノリティ、ゲラップスタンダップ、
ダスタンダムマイノリティ。はい、ゲストアップマイノリティでした。はい、そしてハトリポーチコーナー、よろしく、ありがとう、ジュニア人情でした。じゃあ5分休憩します。